マーさんコラボ待ってる。ブタポンになっちゃった。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ももクロチャンネルさん、解説おめでとうございます。くるぶしです。ちょもくるチャンネルでカバーしてやります。ちょもるです。オッケー。絶対したるからね。もう今俺予習してるから、ね。名前も寄せれるねんけど、うん、そうなると、うん、ももちゃん役が俺になっちゃうよね。あー、なるほど。やっぱ、ももちゃんは俺譲れない。いや、そうやね。絶対そうやんね。なんで話してるの？よろしくお願いします。最近ちょっとチョモちゃんも自炊し始めたと。自炊をしようかなって思いながら、うん、あ、それなんか半年前ぐらいから言ってました。忙しい時とかやっぱちゃちゃっと食いたい時あるじゃないですか。そうね、うん、ピザとろ。アメリカ人のクソガキみたい。今回はですね、変わった、ふりかけ3種を買ってきまして、これをかけるだけでパッケージの商品になるという、どれだけ再現度が近いのか、それになるのかという。スガキ屋のカップラーメン食べます。概要欄にリンク貼ってください。いいですね。はい。プシュー。バーン。チャーハンふりかけ。世代の山ちゃん監視、幻の手羽先風味ふりかけ。つなぎもジャッキーふりかけ。イエーダイ。はい、独断と偏見で選んできました。どうでしょう。チャーハンはわかる。こいつらはさ、チョウちゃん沖縄好きだね。つなぎもジャーキーはね、沖縄で。いや、食ったことない、つなぎも。え、マジ。俺新婚旅行の時毎日食ってましたね。へー、うん、あ、でも沖縄のうま塩って書いてる。あれだ、ぬちまーす。ぬちまーす。ぬちまーすのことかな。早速ご飯にかけて食べてみたいなと。やっていきましょう。はい、それではレッツゴー。ご飯ご飯ご飯。セブンのご飯も買わせていただきました。宮崎県産一目惚れ、絶対美味しい。あー、いいね。よし、ちょっとついてみようかな。なるほど。あー、賢い。これバカだから本当に。じゃあジャーキー、これね、ドンキオリジナルらしいんですよ。なるほど。ドンキの底力見せてもらいましょう。沖縄好きなんやんな、このジャーキー。大好きです。大好きだね、うん、こんな感じ。砂肝ジャーキーってマジで俺初めて食う。美味しいよ。それではじゃあ砂肝ジャーキーいただきたい。大丈夫。あっか、燻製感はありますね。うん、ただ実際そのものを食ったことはないので、食ったことならクルちゃんにちょっとデビューは任せようと思う。これはね、うん、違う。なんだか分かんないけどうまい。でもなんかジャーキー感ある。すごい塩味強めな感じしますね。これ大量にかけるとそのジャーキーの粒みたいなのが、あ、そう、入ってる入ってる入ってる。今俺初めて感じて、あ、ちょっとねジャーキーっぽい。いや、美味しい美味しいけど、つなぎもジャーキーってあの酒で飲む感じなんですよ。そうやんね、うん、絶対そうやんね。ご飯で食うっていう、うん、ちょっと違うかな。違うかな。ジャーキーを想像しながら食うと、うん、おおってなる感じ。でも美味しいです。つなぎもジャーキーも OK。 次行ってみましょう。世界に山ちゃん。うわー、俺もうさ、俺も山ちゃん好きよ。うまいよね、うん、あ、めっちゃ山ちゃんの匂いするんやこれ。あ、そう。あー、ほんまや。めっちゃする。いただきます。いただきます。はじめ。めちゃめちゃうまい。これめちゃくちゃうまい。これはうまいぞ。ちょっと辛いな。ちょっと辛すぎるかもこれ。マジ、うん、あのね、唐辛子の辛さじゃなくて黒胡椒ね。うん、ちょっときついな。いや、これうまいな。ハートンデが買おうかな。これうまいよ、おや。くるぶし、美味しいポイント100点ですよ、これ。もうつけた。うん、すぐ点数つける。これうまいな。辛い。ちょっとお子ちゃまじだの、今日も辛いですね。うん。再現度近くないですか、だいぶ。そんなことない。やっぱその、うん、山ちゃんも、鳥で食いたいかな。最後ですよ、お客さん。最後は。ジャーキーで食いたい、鳥で食いたい言うてきましたけども、はい、ついにご飯物が来たわけですね。さあ、最後は、このチャーハン。ふりかけ。チョモちゃん大本命ですね、これ。そうね、うん。チャーハンも米やからね。うん。これかけるだけでチャーハンになるなら、だいぶ。楽やな。うん、時短になるよね。炒めんでいいってことですよね。うん。見た目もちょっとチャーハンっぽいですね。おー。お願いします。こんな感じですね。おー、うまそう。
でも、チャーハンの匂いするわ。うわ、ほんまや、チャーハンの匂いするわ。ね、これちょっと、バズるんじゃないこれ。いただきます。いただきます。はじめチャーハンではない。テキストリー。うん。でも、俺この3つの中で好きかな。お、うまいな。うん。なんだろうな、ちょっともうちょいこういう。あ、これテキストリーに入ってますよ。あの、それぞれ美味しいね。美味しい、うん、それぞれ個性あるね。もしかしたらそのかけて混ぜた方がいいのかな。なるほどね。あ、そうかも。ちょっとね、あ、ぜひみんなあの買ってみて、やってみてください。簡易チャーハンの冒険みたいな感じかなね。中谷へのね、だから売りかけにすんだよ。売りかけにすんだ。今年最後の名言が。はい、はい、じゃあ、こちらね、みんな美味しかった。美味しかった。ね、そう、裏切りとかがあったけど、美味しいのは美味しい。で、この中で、うん、その再現度とか関係なく、うんうん、1個買うとしたらどれ。大人のふりかけカツオ味です。俺もさ。梅干しが一番美味しいと思います。いや、俺もう食い終わっていきなり洗いに行ったのかと思ったら梅干し持ってきましたね。どうですか、梅干しは。梅干しが一番うまい。